はい、こんにちは。今回ですね、こちらをご紹介します。毎度おなじみタオトロニクスさん、満点プラスさんからのレビュー用商品です。ワイヤレスステレオイヤホン、同じようなねデザインの箱を以前も紹介させていただきましたが、今回違うモデルになります。ワイヤレスの Bluetooth イヤホン、特にスポーツですねするときに最適なイヤホンとなっております。型番が TTBH11 というモデルです。では開封してみたいと思います。開封しました。もうね、このあたりの付属品は毎度おなじみになってます。 USB の充電ケーブルに説明書、こちらは日本語対応がされているかと思います。多分、ね、後ろの方日本語は、はい、ここの辺ですね。です。そしてイヤホン、だいたいイヤーピース3つ LMS が入っております。で、装着されている内部かな。で、こちら本体とクリップですね、クリップが入っております。今回特徴としてスペック見ていきましょう。で、こちらね、ケアリング方法は特に至って普通ですが、オーディオコーデックAptX に対応しております。ですので高音質で Bluetooth イヤホン聞くことができます。連続使用時間が6時間ですね。だいたい8時間のものが多いんですけども、ちょっと少なめな感じします。充電は2時間 USB で充電が可能です。あとですね、運動嬉しいですね。こちら汗かいてランニングマラソン等する場合に、また突然の雨にも耐えれる IPX5 です。こちらは強い流水でも耐えれるとぐらいの防水性能を持っていますので、このあたりね、防水性の高いのも嬉しいところです。では本体見ていきましょう。こちらが本体です。操作部分はこのようにですね、防水性があるので全部ボタンの隙間はなく覆われている感じです。ちょっとラバー的な素材ですね。そしてプラスマイナスとマルチファンクションボタンがあるという構造になっております。で、非常にね、このボタン操作部コンパクト、ごっつくなくていいですね。そして本体、こちらがロゴが表に入っておりまして、このようにイヤーハンガーがついております。で、このイヤーハンガーの形ね、結構特殊ですね。このタイプ初めてです。というのもですね、大体こういったイヤーハンガーついているものは、まあ、こういったね、こんな形のものが多いんですけれども、これはかなり上の方まで U 字に近い形でヘアピンカーブみたいな感じですね。そしてなおかつこれ横にこうずれる。ですので装着が非常にしやすいです。こんな感じになってます。で、掛け方はですね、いわゆるシワ掛け、まあこれがね、シワ掛けサポーターみたいな感じにの機能をしますので、ここに耳をかけてシワ掛けしてコードを首の後ろに回せるという装着感になります。LR はここに、わかりにくいですけどね、ここですね、書いてありますので、ちょっと見にくいです。ケーブルはキシメンコードではなく普通の丸いタイプのケーブルです。結構長くはないので取り回しはしやすいです。で、クリップがついてますけど、これのね、使い方がいまいちわかりません。これね、首の襟のとこにつけるんでしょうかね。手話上げした時にこう襟につけるのかな。でも襟が引っ張られたりすると耳から取れそうな感じがするので、ちょっとね、特にこれがなくてもそんなに暴れないのかなと思っております。ペアリングは簡単です。こちらのファンクションボタンの真ん中ボタンを長押しするとスマートフォンなので認識します。このようにタオトロニクスの TTBH11 というモデルで認識されます。このように APTX 対応機に接続しましたということで、ちゃんと認識がされております。では聞いてみたいと思います。こちら聞いてみました。そしてつけてジム行ってね、走ってみました。結論からすると、惜しい。装着感素晴らしいです。
今までの中で一番個人的にはいいと感じました。このね、イヤーサポート最高ですね。シワがけ、そして結構ここ狭いので耳から外れることなくですね、こちら違うものは結構幅広いじゃないですか。ですのでこんだけ隙間があるとね、やっぱりちょっと外れやすいんですけれども、こんだけ狭いので装着感はバッチリです。素晴らしい。で、 Bluetooth 接続性、通信距離バッチリです。ジム行くとですね、真ん中のテーブルのとこにスマホ等を置いて、あとはまあマシンのとこは手ぶらで行くんですけれども、ちょっと通信が悪いものだとね、途切れちゃうんですけれども、今回一度も途切れることなく使うことができました。ちょっと離れた距離でもですね、5メートルとか全然問題なく使えます。最後、音質です。ここですね、問題は、こちらですね、かなり低音がやはり強いモデルとなっております。で、ドスっていうよりはボワッとした低音ですね。ちょっと共鳴する感じがありますので、音像というかですね、解像感、タイトには聞こえない感じです。ですので、まあ、高音はね全然出てない感じなんですけれども、低音強いモデルですので、まあヘビメタとかね、 EDM 系だったら特にバスドラとね、ベースラインはかなり聞こえますので、そのあたりが強い曲でしたらいいかと思います。まあ、特にジムの時聞いてる時はね、そこまで耳障りなかったので問題ない音質かとは思います。ですので、まあ欲かもしれませんが、やっぱり中古音をね綺麗に出てくれると、これは最強のBluetooth イヤホン、海外のものになるんじゃないかと思います。うん、まあ全体としてはね、非常によくできてると思います。こちら装着感がね、何よりも悪いとですね、もうつける気にならないので、そういったところは非常に考えられて作られているかなと思いますので、音質をあと一歩頑張っていただけると思いま、いいかと思います。個人的には期待通りというかですね、装着感に関しては期待以上のものだったかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ではね、今回も見てください。ありがとうございます。